第1回壁を来週の壁です。ベテランチです。トラです。まあ寂しいな。え全然まだ俺のことを分かってないような気がする。まあ、だから今回まあどうせそんなに当てれへんのやろうけど、まあこれを機に俺のこともっと知ってくれたらなっていうのもあるし。あ、壁王っていうのはだからクイズ形式ってことね。あ、そうですね。東海オンエアとかがやってる誰々王みたいな、メンバーのこと一番知ってるん誰だみたいな企画ってことでいいんですか？そうですね。まあ今回アイデア官僚さんにじっくりインタビューを受けてきたんで俺が。まあ、その様子を正解 VTR として用意してあるんで、まあ、俺が質問に対してどう答えたかっていうのをまあ当てていただけたらなと。それでももう付き合い長いですよ、まあ、俺らはな。うん、ここは仲悪いけどな。いや悪かない。疎遠なだけ。いや疎遠でもないよ。まあその今友情を育んでいってるとこよな。その発展途上なだけで。あ、うん、てかさっき東海オンエアさんのこと東海オンエアって呼び捨てで知ってたのいい。お前ええわ。YouTube でも先輩後輩を重視してる。いいするでしょ。いや逆にその東海オンエアにさん付けしだしたら、うん、逆にやりすぎ。だってタモリのことタモリさんって言わんやろ。言うね。え？でもまあタモさんの場合あるか。そうですね。うん。明石家さんまのことも俺さんまさんって言います。ああおらんな。え、石原さとみは？石原。珍しい。女は？女は呼び捨てです。え、なんで？気持ち悪い。嫌なやつ。モテると思ってる。ちょっと S な方が。弱っ。知ってます。ロジック弱っ。そんぐらいは解像度いく。てかまあ僕と壁さんはでもね、瞬間速度で言ったらなる。まあそうね、うん、ここ4ヶ月とかで非常に濃密、4ヶ月分の仲良くなってる度って言ったら、うんうんうん、絶対こっちの方が上やから。今だからすごい勢いでこう、うん、理解を深めてるという。いやそうですよ、うん、だからそれに関しては俺に分があるかなっていうふうに思います。関係ないけどな。速度を競う競技じゃないんだ。今の段階での知識量を競ってんねんもんね。まあ俺と壁ちゃんはもう倦怠期入ってるもんね、正直。長すぎて、うん、熟年夫婦。まあでも正直会ってても喋らん時間とかは俺とトアはないけど。そうですよ、ベテランチと俺は全然あるからね。なんかあんま笑った記憶ないもん、ここで話してる。いや大笑いしてます、ほんまは。いつも二人でよ笑ってます。あ、もういいわお前。ややこしい。まあもう早速いきますか。あのアホみたいに問題あるんで。何問な今回。全16問。16あるんで。あんま聞かんな。5とかちゃう。丸バツクイズですか。マジでそのもの。ほんまにそう。視聴者の皆さんもね、カベさんのこと知れるいいチャンスですよ、うんうん、マジで、うんうんうん、何点やったかとかね。そうそうそう、一緒に楽しんでもらって勝負だ。それでは第1問、好きな食べ物は何でしょう。ええなー、なんか1問目やな。うん、この薄さ心地よい。ちなみにこれ全問終わっても勝敗決まるやん、勝者に賞品というかご褒美みたいなのあるんですか。ご褒美、うん、欲しい。いやなんかでもな、モチベになるというか。うーん、じゃあ買った方と2人で飲みに行こうかな。いつでも行けるな。ほんで誘ったろうや、うん、負けたやつ。負けた方に買った方と飲みに行った写真送ろうかな。嫌やな。最近医学部で進級して忙しいから負けようかな。俺ももう4年で部活も忙しいし負けようかな。うんちって書こうかな。食べるか。あれ、うんち食べるかい。ほんま食べてる。食べてるやつの図星のテンポで。うんち食べるかい。食うてるやん。いやでも簡単ですよ、さすがに。まあよう食べに行ってるもんありますからね。かけました、かけました。はい、僕の好きな食べ物は何でしょう。まあよう一緒に食べに行かせてもらってます。焼肉です。はいはいはい、うんうんうん、そうですね、撮影前とか飯行こうかってなったら、うん、結構連れてってもらってる印象あるんで、うんうんうん、ね、まあ好きなんちゃうかなっていう、うんうんうん、安直な。じゃあ、ベテランチ。はい、僕も焼肉です。あっと。おお。今日撮影前にご飯行ったやん、うん、その時に俺たまたま昨日焼肉食べてて、うん、今日ちょっと焼肉きついかもみたいな言ったら、焼肉封じられたら痛いなってまず LINE で返ってきて。でまあ、うん、家の近くで合流して、うんまあ、歩いてたんやけど、うん、でも俺昨日焼肉食べたでって、まあ、言ったわけじゃないんで、うんうんうん、やのに飯屋探しながら正直俺は焼肉でもええけどなってもう一回言おう。相当好きですよ。行きたいって言えやいいのに。いや俺昨日食ったから嫌やでってちゃんと言って、うん、大量になりました。うん、はい、うん、はい、じゃあ正解 V。 えあれ、えどういうあれどういう状態。んあれおかしい。見ますか。うん、見る。見ます。正解発表します。何ですか？インタビューですか？何でも聞いてくださいよ。好きな食べ物？トマト。
トマト料理とかじゃないよ。トマトですね。嘘つけや。正解はトマトでした。うわ、でもそうやわ。いや、焼肉別に全然好きじゃないです。あ、そうなん？はい。近所で空いてる店、うまいの焼肉屋しかないからっていうだけです。うん、二択でも寿司。そうなんや。そうなんや。相当勘違いしてた。うん。こいつな、トマト好きだ。いや、そうなんよ。それ記憶にあったわ。俺トマト奪われたことあるもん。最後のトマトを。親子丼食べた店で、あ、はい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 、最後のトマトをぬるって、うわ思い出した。中学でさ、まあ、ずっと一緒やん。こいつまあ弁当あってさ、うん、なんか弁当交換したりとかあるやん。でこいつ育ちが神やから弁当基本野菜しか食ってないねん。で、そうやな。で俺弁当たまにない時とかあったら、うん、まあ、ちょっと食わしてもらおうって言って、うん、一品くれよみたいな言いに行ったら、うん、もう野菜しか入ってないから何でもくれんねん。その野菜やからどれでもええよ、うん、でもトマトだけ嫌がんねん。うわそうね、うん、うわ結構たどり着けるな、頑張って考えたら、うん、ほんであの V なんなん。ほんまにそう。どういう意味？普通に酒飲みながら答えてるでっていう。まあ一問目でその神しとかないとあかんかなっていうので、なるほどね、うん、ちょっと入ってたっていう。ほんでトマト一番好きなの？うん。こんなに食べ物あるのに？うん。一番好き。なんで？外の弾力ある部分と中のブニュってした部分どっちが好きなの？まあブニュってした部分。こんなにいっぱい柔らかい食べ物あるのにトマトの中のブニュってした部分が一番、あれが苦手な人も多いのに。いや、そう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 、そうよね。え、うん、あそこがうまい、あそこがうまいのにね。トマトの真の理解者かっこ、トマト2みたいな。なんであそこ嫌いな人おんねやろな。意味わからんこいつ。もうええわ、もう早い、次行ってくれよ。第2問行きましょう、もう。第2問、僕の好きな色は何でしょう？うわぁ。うわぁ、これ、むずい。今井の好きな色とかは知ってるもんね。うんうん。まあ、俺とさ、今井とさ、壁ちゃんでさ、うん、赤青緑みたいな風潮あるやん。うん、で、今井ははっきり赤好きって言ってるし、うん、俺も結構ことあるごとに青好きみたいな言うねん。うんうんうん。でもな、緑が好きってはっきり言ってたかなっていう。かけました。はい。はい。じゃあ、あとは黒です。まあ漫才のイメージあるんで、はいはいはい、漫才ってやっぱスーツでしょ、うん、僕コント迷ったんですよね、紺色か黒色か、なるほどね、でカチッとした格好好きかなと思ったんで黒、うん、なるほど。じゃあベテランチ、はい、僕は白じゃないかなと思って。うわー、おー、なんでかっていうと、うん、まあ、服はその緑多いし、まあ、あと緑に次多いのも黒系、うん、で最初はだから緑とか黒とか書こうかなって思ったけど、うん、なんかこいつ自分に似合うかどうかを優先して好きじゃない色着るなって思って、うん、あんま着てないけどなんか好きそうな色って考えた時に意外と白とか一番好きなんちゃうかなっていう。いや、ありえる、うん、あります。白が一番センスある色やし。いや、そうなんですよね。黒か白で攻めてきそうやなっていう、うん、お酒飲んでるのもいいことに、はいはい、あ、黒とか言ってそうやなと思ったんで。なるほどね、はい、じゃあ正解いきますか。好きな色、好きな色、うーん、うーん、金ですね。お前の一番、うん、YouTuber としてはやっぱりその好きな色金じゃないと話ならへん、うん、はい、もう、うん、緑かな。緑なんかい。緑って言ったやろ。ベテランチ君、トワ君、緑って言ったでしょ。服とかよく緑着てるし、うん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 、金です。うわー、くそーくっそー。緑じゃないのは、いやー、いけてた、いけてた。あー、悔しいな。二人とも緑描くって思ってたから。いや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 、そこまでは読めてたよな、こいつの本能よ、悔しい。お前でも金で外すんはダサいぞ。いやいや、金好きよ。当たるわけないやろ。当たら。そ、嘘は言ってない。金は実際好きなんですね。うん、金緑かな。おらんて、珍しいお前、うん、正月やお前で白かな。あー、おし、うん、あの緑もその濃い緑。いや、だから正月やおらんて。濃い緑好きなやつ。確かオレンジとかも好きやけどね。もう絵は増やしてくな。黒はもっと下から。あれ、話広がらん別に、うん、最近漫才する時もスーツ紺やし。紺なんかい、本命、うん、そうやな。うわ、やられた。でも悪ないよ、悪ない、悪ない、悪ない、うんうんうん、寄せれてる。でもなんか2問やって、まあ、分かってきたけど、うん、ちゃんとは答えてない、うん、なんか嘘はついてないけど、うん、嘘じゃないけどねっていうスタンスで、うん、なんかその、うん、かといってほんまのこと言うのもちょっと恥ずいみたいのがあるこいつ、うんうん、っていうのも加味して答えてかなかも。緑って言いたそうやったもん途中なんか。じゃあまあ第3問、はい、好きな番組は何でしょう。まあ、人生で俺が一番好きな番組。はい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 。うわ。まあお世話になったというか。お世話になった？しこったってこと？いや、しこってないしこってない。思い入れが深いというか。うわ、こっちもあるな。うわ、こっちかもな。ああ。
どうした？いや、攻めたいんですよ。わかる、うん、攻めたいねんけど、なんせ金の前例があるから、うん、全然普通のこと言う可能性もあるなって思うとめっちゃダサいなと思って、その攻めて外すの。はい、かけました。はいはい、とわくん、まあ、ずっとやってるっていうのもあって、まあ M ステかな、ミュージックステーション、まずお笑い番組じゃないんじゃないかなっていう逆張り。なるほど、長寿番組でいきたいなっていう、うんうんうん。じゃあベテランチ君。はい、 M1 グランプリです。うーん、さすがにこれを外し出したらもう嘘よ、うん、それは。いやでも番組として捉えてんのか。でも大会なんじゃん。M1 なしにでもやっぱ今の俺らのね漫才好きみたいなの絶対ないし、うん、まあ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 そうですね。まああと迷ったのはまあやべっち FC。 ああ、うーん、みんな見るもん、サッカー好きなやつだから俺らの世代は、うん、日曜夜、うん、あとまあそのほんまに裏書いてきてなんか日本語で遊ぼうとか言ってくる可能性も考えたけど、うん、もそれも知らん。いや俺もそう、ワールドビジネスサテライトかなと思ったり、はい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 、動画の中でも言ったやんとか、うん、その画面の向こうで言ってきたらイライラするなと思って行きたかったけど、でも、うん、いや、まあ、そういうわけわからんの来たらもう、いやそうわけわからんの来たらもう、うん、はい、2人で飲みに行こう、うん、はい、じゃあ正解見ますか。頼む。好きな番組、まあその今はそのいっぱい好きな番組あるけど逆に決めきれへんというか、うん、一番思い入れがあるので言ったらやめちゃうし、うわハイタッチとかやろ。くっすわっ、やめちゃうしって言ってるのが面白いから、お前。まあだから今で言うとやべっちスタジアム。いやもうええわ、ダゾーンでやってるやべっち FC の後継番組。ダゾーンの見たことない。まあやべっち FC ですね。うわっ、いけたやん。あの M1 グランプリを番組として認識してなかったから、ね、いやいやいや、あの言われてみれば正解です。え、やんな、1ポイントあげます。おしよしよしよし、いやそうやろ、うん、あとやべっち FC もちゃんと正解、1.5 点あげるよ、ほんまに 1.5 点あげる。よっしゃ1問で嬉しい。もう出すだけなんやけど、ほんで俺 M1 で卒論書いてるし確かに画面外にありましたけど、あの金と濃い緑なのよ。ほんまや、お前すげえ。実はそのヒントあったっていう向こう側に。すげえ。え、たまたま？いや、これ好きな色で選んでるから。いや、そうなんや、うん。そうやんな。この本の色とか多分選べるもんな。そうそうそう。すげえ。いや、でも正解できて嬉しい嬉しい嬉しい。M ポイントないですか？いや、全然別物やわ。マジで、M ステは全然見てきてないし、流行りの曲とか俺全然知らんから。パフューム出た時だけよ、こいつは。M ステ見てきてないっていうことやから、かなりまだ俺のこと分かってないなという印象を受けました。説教されてやんの。いや、やべっち FC まで当てるの見事やな。見事やね。嬉しい。4問目、僕の好きなお笑いのネタなんでしょう。一番好きなネタですね。いっぱいあるやん、好きな。うわー、ガチで好きな芸人って意外と俺と被ってないのよな。ベテランチには当ててほしいな。死ぬほど言ってると思う。当たったかも。じゃあ散々悩んでたとわくんから、うん、もう分かんなかったです。東京03のこちらのコントでした。はい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 、なるほど。好きなんでね、東京03、うん、好きですよ。確実に単独ライブもいっぱい行ってますし、うん、名作あるでしょうと、うん、落ち込む同僚とかが、あ、いいですね、はい、じゃあ自信ありげなベテランチ君、まずその思考回路から説明していい？はあ、うん、今東京03出たやん、うん、で東京03ラーメンズ好きなのはまあもちろん知ってんねんけど、うん、選びきらんと思うねんの多分、うん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 、一個に、うん、であのアイデア官僚の万引き G メンっていうネタの可能性も考えてんけど、うん、いい女だ、ええ女の可能性も考えてんけど、まあ、それも捨てて、うん、でまあそのなんか思い入れで言うとこれかなっていう、はい、サーフボードストレッチコンビニです。あー、うん、はい、これまあどういうのかっていうと、まあ、俺らが高校生の時に灘で漫才やってて、うん、はい、でなんか大学でもお笑いサークルってあるらしいなみたいな話になって、でこれ確か俺が見つけてんよな、うん、俺が YouTube 当時からめちゃくちゃ見てたから、うん、この大学お笑いの大会でこの当時大学生のサーフボードストレッチっていうコンビがコンビニっていうネタやってて、うん、正確に言うとね、あの別のネタをやってて、それを見つけてきて、あ、そうやな、教えてもらって、コンビニは多分俺が見つけて送ったかな。そうそうそう、その俺が最初に見つけたのはお笑いっていうネタで、あのボケがボケたらツッコミがお笑いって書いてある札をバンお笑いって出して、あの音楽が流れるっていうやばいネタで、結局俺らが見つけてめっちゃおもろいって言ってたら4年後ぐらいに歌ネタ王とかで発掘されて準決勝とか行ったりとか、ネタパレとか出てましたもん、ネタパレも出てたからね。そうそう、うん、めちゃくちゃ面白くて俺らの思い出のネタっていうところで、はいはい、じゃあ正解の V いきますか、はい、ストレートでいいよ、もう一番好きなネタ、うん、囲碁将棋
の肛門テントやっぱりあれをしたいっていうザ漫才決勝、うん、あの漫才を作りたいっていう顔真面目すぎるな、うん、こいつなんやねんあの漫才作り一番、うん、あれですよね漫才師の憧れお笑いの中で一番好きなセリフも囲碁将棋の戦闘の特殊な昆虫の話してるまあ2位がサーフボードストレッチのコンビニうわすげえすげえ0.5 点差し上げます。すごっ。いや、それツイッターでそういや言ってたわ。言ってた。人生で影響を受けたネタ2個、うん、選ぶんやったら、うん、囲碁将棋の肛門か、うん、あの、うん、大学お笑いの人の、シャララっていうコンビの、ね、ククやっけドレミかな。ドレミの歌を覚える。うん、うわ、それツイートしてたな、うん、囲碁将棋好きやわ。そういえば。俺らの間で囲碁将棋流行ってたからな。流行ってたね。いないよが。いないよ、そんなやつやばいね。当時覚えてるもん。いないよやばいの俺が流行らしたと思ってるんですけど。そうですよ。まあ、ダヤマとベテランチかな。最初、その阪神電車で、いないよ、やばいねって俺が言って。うん、そしたら、お前、囲碁将棋のそこ真似してる。おもろってなって、意識してなかったわってなって、うん、もしかしたらダヤマ先やったかもしれんけど、うんうん、そこで二人で盛り上がって、うわ流行ったっていう。まあでも当てましたよ。いや確かに2位当ててる。実質正解よ。こっち当てる方が世間的に考えたら絶対難しい。そんな当たらんねんから、マジで。当たらんねんから。でもお前が言ってるかもなと思って編集でここを残している俺も。いや、そうやな。ちなみにその、ここ切ると思うけど、うん、いないよやばいねっていうのの、最初のは、今も YouTube から消えてんねんけど、うん、なんか朝の番組出て、囲碁将棋が、うん。で、ショートネタやってくださいみたいなんで、2分ぐらいのネタで。スイッチヒッターのやつや。そう。そう。そうやそうや。右普通の打ち方で、左ガムが噛んでる怪人で、いないよそんなやつっていうネタ。アンダーソンとかに近いよね。あ、そう、巨人アンダーソン。やってくっすね。わかるけど。何問やったっけ？まあ、4問やった。まだ4問なん。めちゃくちゃ盛り上がります。楽しいわ。第5問。はい。僕が Perfume で一番好きなメンバーは誰でしょう？え？俺これ知ってますよ。いや、俺も多分これ知ってる思う。これはなんかどっかで聞いた気がする。いや、俺もこれどっかで。ついに行けたかも、ついに行けたかも。行ってもらえるチャンス来てる今。あ、ちょっと、まあ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 、まあまあでももう、もう行こう。じゃあ、とわくん。これ結構多分有名です。Twitter でも言うてました。かしゆかです。あれ、そうだっけ？うん。かしゆかです。覚え間違えてたかも。なるほど。じゃあ、ベテランチ君。ちょ、ごめん、あーちゃんって書いてしまった。いや、これはね、かしゆかですよ。まあ、正解いきますか？いや、ちょっと待ってんの。え、ノッチもある？いや、俺はノッチが好きやねんけど、で、俺ノッチが好きやから。俺もノッチが好きで、普通ノッチやねんけど、ノッチじゃないこと。そうそう。なんか前さ、そんな話せんかった。素人はやっぱノッチ可愛いで入るから、うん、ノッチの方が人気なんかなみたいな話した時に、いや、全然マジトントンやで、みたいな話をしてて。いや、俺これほんで一個言っていい、うん、俺こいつのこの感じ3人どれでもない気する全員説とかな気するマジでだってこの4人目で知識問題入れてくんのおかしいもんしかも当てれる当てれそうだいや3択にするわけないもんなそうそうこの煩悩がほら当たらなさそうな3問並べて4問目でこんなんわけないもんって全員って言うやん決められへんわとかなみんな一緒やんまあちょっと一回見よう一回見よう正解 V いきますかはい好きな Perfume のメンバー。あー、推しメンってこと？そうそうそう。まあ一択かな。まあ一択。うん。そう。あれや。箱推し。もうええ。思わぁ。Perfume ってマジ。3人で1つやから。もう、ほら、出た、ほら、出た。出た、おい、お前、おい次行こうやもう。うん。もう恥ずかしい。いい読みでしたね。お前恥ずかしいわ、お前。ほんま恥ずかしい。やっちゃうお前。ほんで、歌詞ゆかやろえ、そのほんまは誰なの ?3 人選ぶんやん。ほんまに選ぶんなら、あーちゃんですね。うわっうん、俺また1.5点じゃん、こんなの。いや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 。だって。あーちゃんでしたうん。そうなのまあでも、歌集家が好きな時期、ノッチが好きな時期ありますよ、うん、そりゃ。じゃあ、箱押しか。うん。じゃあ、箱押しやば。企画の趣旨添えって。これ3人で1人に絞って当てんねんってそんなんやりだしたら当たらんからそう簡単に当てれると思わんといてほしいわてか俺正直ほんま全員って書きそうやったでほんまに、うん、俺もよぎってそりゃくそ歌詞ゆかって書いてんってなったけどこんな安直なことあるっていやすなんか今まで見てきた〇〇王の動画と違った楽しみ方できるかもこれなんか、うん、ここで読み合いな、うん、そんなただのパクリ企画をやると思うなもうスポーツなってるうわーマジか心理戦や全然ボケるよなるほどくそ確かに面白い早次出してくれまだ5問しかやってない、11問もできるぞこの遊び第6問僕が子供につけたいと思っている名前は何でしょうこれはね、多分言ったことあります。言ってた気するわ。言ってたな。
多分トワにも言ったことあると思う。言ってた気するわ。言ってた言ってた言ってた。うわ言ってた言ってた。これはもうマジ絆というより記憶力かもしれん。うわ言ってたわ。てかあれの時じゃん。レナちょっと4人の時じゃない。電車ちゃいます。電車ドンキ向かう。あ電車でミステリという流れの話が飛び出る。絶対に言ってた。俺がその時俺は床って書いてショー。そう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 。いつも言ってる。あちゃんは帰り道や。あの電車で4人で横並びで座ってる時にいつも言ってるわけわからんボケ俺が言った後にうわなんかでもなそれな普通にええやつやってんな。男やったらみたいな。これ男版も女版もあるわ多分。どっちも共通でいける名前やったんやったかな。言ってたわー。いやー思い出せへん。言ったな。確かに。ほんで、ミステリーという流れの話の流れやった気するわ。その主人公の名前が、ととのうやっていう。あー、で、ええ名前やなってなって、名前の話なって、な流れで言ってると思うな。うわ。え?あれ、思い出したみたいな。え?声出してるぞ。ヒントあげようか。同じ字で、男の読み方と女の読み方。うわ、言ってて、言ってて、言ってた。でもお前がいつもボケてるやつも、ショーとゆかいけるもんね。うん、確かに床って書いて床やったらええやろインドネーションはい、はい、じゃあベテランチ君からいきますか。はい、ちょっと僕は正直思い出せへんくて、はい、女の子と男の子の呼び方で違う呼び方あるっていうのだけ覚えて夜って書いて女の子やったら夜で男の子やったらナイトうん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 、うん、みたいなことを言ってたんですよ、ね、いやそうなんや、うん、悪くないね、あ悪くない名前として悪くない悪くない、うん、はいじゃあトワくん男やったら光るで女の子やったら光うんみたいな感じのことやったんよでもでもちょっとしっくりこんというか、うん、でもなんか字の方向性としては文とか詩とかそういうそのあるっちゃある感じやねんな、うん、なんか、うんうんうん、全然ちゃう2つやったと思うね音読みと訓読みぐらいの、じゃあ正解発表します。子供ねできた時名前なんてつけますかね。あの子供の名前はマジで明確に決まってるのが決まってるんです。最も惜しいですね。え？女の子やった場合あかりです。あかり。普通に好きな字なんで意外とマジで見たことないって。見たことないかも。ともしっていう名前は見たことあるのにこれ見たことないっていう見っけだなっていう。俺がこれを発表したことによって賞を超えてこれが1位になる可能性がありすぎて。おい子供のことなんやと思って。うわ、言ってた言ってた。言ってた。ヒカルの方がニュアンスは近いな。来た、0.5 点ちゃん。じゃあ、0.5 点あげてください。あ、甘っ。よし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 。まあ、ミステリーという流れのとこを覚えてるだけですごいから。うん、そうやな、確かに。ほんで、奥さんと相談して決めろよ。いや、わかってるよ。将来な、うん、ただそのこっち側からはこれを提示する、うん、ただあの、うん、お前のセンスありたいボンノが出すぎて読み方わからんで普通にあの男やったとしても女やったとしても、まあ、答え言われるまで読み方わからんから、まあでも損するで子供普通にキラキラネームよりはいいでしょ、まあ、まあそれはもちろんそれはもちろん、うん、まあ、いい名前やな、はい、思いがこもってるっていうのはいいことですよ、うん、あとあの六角っていうのあってたんでお生命判断みたいな、うん、何やそれは生命判断六角が良くてあ俺も六角そっかなのよ俺はとヒカルの二択でになった。すごい。1.5 点じゃん。そんな話あったわ。でも聞いたことあったわ。第7問ですかね。次に来るファッションは何でしょう。何その質問。何？ファッションリーダーやん。ケミオにする質問やん。うん。なんで俺に聞こうと思ったのかわからん。あ、それはもうアイディア官僚のセンスなんや。うん。作文はアイディア官僚なんで。あ、なるほどね。そうやったんや。それ結構でかいな。俺答えてるだけなんで。あ、ほんまに。そうなんや。ボケるぞ前提で問題作ってるんじゃないんやじゃあ。うん。なるほどな。でもそんな服好きじゃないからな。うん。おしゃれなだけで。そうね、知識は一切ありません、ファッションに関する。はい、じゃあトワくん、これからの季節も加味して、うん、まあ、半ズボンですね。なるほどね、まあまあ、言っててもおかしないでしょ、うん、ファッション、あ、半ズボン、あの一番頭回ってない人が言う、うん、じゃあベテランチ君、はい、レザーですね。あ、でも似たようだもん、その考え方一緒、うん、マジで多分知識がそんなにないから用語が伝統、うん、いや、そう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 、で、まあこれはその用語伝から簡単な方に行ったパターンやけど、うん、持ってる中でなんとなくファッションっぽい言葉適当に言おうで、うん、はい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 、レザーみたいなことかなっていう、うんうんうん、はい、出揃いました、はい、正解いきますか。レザーの半ズボンやったらどうしよう。いや、それは1点ずつやろ。1点ずつやろ。次来るファッションってなんですかね。理論武装。ファッションだそれ。こんなこと言うのは野暮かもしれんけど、まあもうその言葉がファッションになる時代が来てるかな。こいつ。結局言葉を巧みに操れる人が一番かっこいいっていう時代が来てるかなっていう。
タビュー楽しみすぎやろお前。ですか？いやファッション詳しいからね。うん。彼自身そういうとこもあると思います。すでに先取りし始めてるやん彼。うん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 。自覚あると思いますよ。もうないやねこいつ。あげれるか。無駄な時間やった。無駄やな。これいっちゃ無駄。こういうその捨てもんある。捨てもんあるマジで。理論ですよ。そもそもそのせめて理論衣装っていう言葉があって理論衣装っていう言葉言ってるんだから武装ってまずあんま服じゃないから、ね、鎧やからそうやな次来るファッションで鎧って言ってても変やのに、うん、理論武装2個なってるからうん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 社員インタビューやと思って喋ってるやんこいつ、うん、マジで楽しんでるスターみたいなインタビューの答え方してるもんこいつ彼も自覚あるんじゃないですか格下に言うようなあると思いますこいつ答えてくれてるでしょ彼もみたいなでもボケなあかんななんかいやたまにボケなあかんステモンがあるっていう当てに行くだけじゃ勝てへんこの戦い、うん、どうボケるかっていうのも絆やからねうん、まあ、まあ確かにそうやなそうやなそうやな、うん、どの問題でボケてくるかも、うん、なんとなく掴めてきたんじゃないですか、はい、じゃあ第8問、僕が知っている中で一番難しい言葉なんでしょううわーうわーじゃあトワくんからはい学んでこれは学んでるだろうというタラチネですねあそういうパターンね、はいはい、難しい確かに聞いたことはあるけど、うんうんうん、百人一首ねあの灘でやっぱ中学時代って触れさせられる風潮あるんで、うん、そこで絶対出てくるタラチネまあでもタラチネありやったらそのヌバタマとかヒサカタとか全部入ってきてその中からランダムで1個しか当たらんこといやまあまあまあでもいっちゃんなんか印象残ってるかなっていう、うん、なるほどじゃあベテランチ君難しい言葉こいつが何知ってるかなっていう時に、うん、高校生クイズ好きなんようん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 、うん、で俺クイズやってたから高校生クイズで結構俺ら世代印象残ってる言葉これちゃうかなっていう、うん、ポルマンオッペンハイマーボルコフ限界これね高校生クイズ確か出てて不意見の人とかもめっちゃ好きなんよこれへえ。キャッチーやからへえ言うてるねちゃいますもうはいじゃあ正解神様のやっぱ語彙が豊富というか言葉のファッションニスタですからねもう言わってる中で一番難しい言葉教えてもらっていいですか、うん、陰謀陰謀ってあの陰謀やんあ影の毛と書いて影の毛と書いてその影の毛と書くやろなんか例えば開脈とかうんうんうん地味毛量とかうんうんうん陰謀の方がむずいでしょ、陰謀っていう言葉を知ってるだけで理解できたことがないかいやあるって愛とかで言うやつやろそれ野田洋次の愛言うやつやろ、ねうん、いや陰ともう組み合わせるかっていういやそれうう愛でその心が入ってるかそもそもがチンコの影みたいなとこあるやんか南中の時のいかの話せんとって南中の時のチンコの影みたいなとこがあるんか太陽が南中の時のチンコの影、うん、だから 陰謀ってなんなんやろっていうか難しく考えすぎかもな難しいかな一番俺だから恋愛で言うやつまだ本当の意味が違うんやろや知れてない気がする影ってチンコの影なんかなじゃないってエロくないしね陰ってついてんのにこれ信じられへんことよそうかもちょっと急に分かんない全然エロくないもんほんまやな陰ついてるやつなので陰謀だけエロくないいやいやそうそうよ哲学ですね陰謀とはうんで哲学よりちょっと難しいんで陰謀の方が哲学であり哲学を超えているうんうん、うん、陰謀が陰謀っすね腹立つわなんやねん長々いっちゃん長いし V 何を見せられとんねん2連続クソ VTR やんけお前なんなんその考えてフリップに書いた時間、まあまあまあ、当たると思って書いてないやろいやそうやけどその真面目に予想した時間返してよほんでアイデア官僚が調子乗らしすぎやわそのなるほどじゃないのよ哲学であり哲学を超えていると分かってきましたじゃないでちゃんとインタビューはやってくれてるから入ってるやんもうなんやよもうスターやんいないよ金のエビスコほんでこれアイデア官僚も悪いぞお前も悪いぞこんなわけのわからん質問するからやぞなんかちょいこっちでね思うことあるぶち切れてるやつがねこのパターンかーめっちゃ好きやん俺のこと急に